生きてるよね。第一発見者は嫌だよ。息してるよね。じゃあこれ全部私にしとく。あ、蘇った。わかりやすい。おはよう。何時だと思ってんの。何時だよ。夕方。じゃあこんばんは。脅かすなってもう。おいだ、急にさ、道の子表沢を人を美人 OL 殺人事件、おかま見ていたチャラーンになってさ。美人は余計。てかさ、何だよ。何この明かり。呼んでるよ。は？するよ。いいじゃん、かっこいいじゃん、こんなんで。マジ？何このゴミ屋敷？てかさ、鍵開いてたよ。さっきピザ取ったんじゃない？そんなにピザ好きだったっけ？チラシピザしかなかったんだもん。まさかこれ全部一人？うん。ハッシュのナス野菜ピザ、もちもちエビチリピザ、もちポテ明太子ピザ、ハンバーグピザ、クーマクーコギ、ゴージャスフォー、ファミリーフォー、セレクトフォー、スマイルフォー、マヨキュー、ピザホットグルメ、シーフードミックス、テリヤキチキン、ミートパラダイス、シチリアフピザ、アイダホスペシャル、ね、チーズ&チーズデラックスと、ツナマイルのカルボナーラ、ベーゴマシルーム。はい、全部覚えた。記憶力だけはいいんだから。21種類か。毎日食べても3週間食べれるってことか。食べられるの？食べれるじゃなくて食べられるね。日本語ちゃんと使う、いい年なんだから。でかいな。イタリア人でも食うんだろうよ。ボンジョーノー。脳みそがイタリアになりました。ウノビルラ。何？ビール一丁でしょ。ビールはビルラ、ウノは一つ必ず飲むウノだよ、うん、であとね、持ってる赤字の、うん、待ってな、待ってな、あれだ。ちょっと汚っ。インフルエンザな。これもイタリア語だから覚えておけば。てかさ、服も貸してよ。なんでだよ。え、見てわかんない。シャワー浴びた。服着て浴びるから。そうか、言ってんのか。ダメだす。そこら辺にタオル使っていいか。あんじゃん、ちょうどいいね。用意したから、ね、もっと丁寧に。おパンツまでぐしょぐしょ。女でしょうよ。バカだね。女はね、男の前では女だけど、女の前では男になんだよ。だよな。うわぁ、どうしちゃったの？何が？何がじゃなくて、メールも返事ないし、電話も出ない。普通3週間も休むか。あら、もう3年経ったのか。そんなに経ったよ。夏休みとっくに終わってる。だっけ。あ、学生じゃ思わなかった。何を。いや、夏休みの最終日に人工冬眠に入って、で、冬休みの最終日に目覚めたいとかさ。思わないよ。で、冬休みの最終日に人工冬眠に春休み目覚めんだよ。一緒に寝てれば。はい、おやすみなさい。いや、起きろって。かせて、なんでしょうよ。てかさ、吉田課長よく休み許したよね。だって吉田課長は私の下僕だもの。なんで。吉田課長はさ、3年前奥さんに逃げられちゃったでしょ。そうなの。知らんの。うん、
逃げられちゃうじゃん、あれ。ほら、メパチが原因とかっていう話じゃん。え、知らない。え、何する。いや、だから、なんかメパチがすげえ、これ、お願いしますとかって、すげえメパチが多いから。いや、ババでしょ、ババでしょ、ババでしょ、気持ち悪い、気持ち悪い、言ってるやつじゃん。言ってる。え、そのせい、そのせいなの。はそれが、なんだっけ、奥さんと夕飯食べてる時とか、テレビ見てる時とかに、こうやって、これ、美味しいね。ほんとかよ。それでこの人は絶対私になんか動揺して隠してんだっていうので別れられたらしいんだわ。えマジでマジで。えメパチでメパチだよ。まずなんで結婚したんだって話だ。確かに。でさ最近ね会社の女の子にちょっかいかけてんだ。あそれは聞く。うん、よくさトイレにフカヒレ食べ行こうとか言ってくるんだよ。じゃあいなはーい行ったの。だってフカヒレ興味あるでしょ。こんなにバカ食事の目的じゃないでしょ。あんなにくらいから誘ってきたわ。えいやね帰りはさスーってカードキー出したかと思ったらさ上の部屋予約してんだってやってきたんだって。わかるこれわかる。え行ったの。いやイカに餌やるの忘れちゃう。イカに餌ちゃう。やだかわいそうって書いてきたわ。吉田課長はイカイカか。んてかそのあとイカかって言う。えイカイカかって言う。いいでしょ。さそれ以来さ私に頭上がんないんですよ。うーんトイレ返してね。返してね。どこやってなんだよ。ないすんだよ。トイレで詰将棋でもしろってか。え、しょもう。うん。なんでよ。冷えちゃって。なんでもいいでしょうよ。あ、ちょ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 。臭いよ。あ？さっき、大きいの。あ！あ、ちょ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 。おい、おい、おい。なに？流さなかったかも。死ね。死ね。だよねーよ。いや匂いだけでもだわ。コンタンお預け。コンタン座って。待て。こっちいいな。いやーね、髪ないよ。え髪ないって。あ、びっくりした。シャワートイレ何言ってんの。え、乾くまで待てって何言ってんの。え、嘘なの。え、待つの。あんた待つよ。当たり前よ。いや、無理無理無理。いいよ、そこにトイレ行くよ。あんだろ、スカイスカイスカイ。え、なんでトイレットペーパーが部屋にあんの。え、なんで。え、部屋じゃない。置くでしょ。え、なんで部屋に置くの。どこにあるの。あ、ちょっと待って待って待って。何ちょっと端っこ三角に置かないでくださいよ。え洗わないけど、俺からマイケンパジャーまだ三角しないで。あそこな。あ、見えない。トライアンズ。うまいこと言えねえの。ああ。ほんと何？寝る気ないよ。昔くらいは持ち歩きなさい。何でしょうか。嘘ちょっと。え？トイレットペーパー手拭いたわけ。バーロン。最悪。何それ最悪。うわあ。ちょっとなんでさっきからさ美女2人がトイレの話ばっかしてんだバカ。美女は余計。2人だよ。まあ行こう。だろ。よし。あ？くぞくぞ。え、やだよ。なんでだよ、なんでだよ。え、こんな環境で食べたくないの。とりあえず片付けよ。やだよ。熱だから。いいじゃん、使えばいいんだよ。やだよ。やだよ。わかんないもん、この絵は。ちょっと片付けや。本当は？ほら、ペッツ専用専用のもするじゃん。あ？くれ、くれ。何だろうね、知らないよ。さあ。やあじゃあ。さあ。いや、私だってさ、あんたが一人で片付けるっていうのはやめさせないんだよ。これやってください。お願いします。ほら、やってあげる。はい。汚ねえな。でしょ。全部洗濯物じゃない？
洗濯もしてないの。あのね、掃除もしてないんだから洗濯もしてないじゃん。当たり前じゃん。何言ってんの。父さん、何納得してんねん。ねえ、何でもいいからさ、ここら辺になんかあんじゃないの。で、何でもかんでもそこら辺なわけ。
きくなってきたんだけど。太っただけだって。インディアンじゃないんだからさ。シェーン！わかった。とりあえず確かめよ。確かめる、うん、病院行ってね。この時のため、うん、そう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 、この時のため。テレレレテレー、妊娠判定薬。え、なんで持ってんの。これどうやって使うの。え、おしっこかけるんでしょ。確かね、どこかない。ここ、あ、そうそこそこ。嘘、汚くない。ちょっとダメ。じゃこれさ、うん、何してダメだ。ダメダメダメ、びっくりしたの。脇に挟むのよ、体温計じゃないんだから。かけるやってみる。うん、いきます。いってらっしゃい。頑張って。57.25 声でっけえなお前。
じゃん。うるせえ。マジか。うん、腰長。聞いてねえじゃん、絶対聞いてねえじゃん、なっつって。ああ。聞いてねえのかよ。
か思い出したかもしれない。え、なになになに、人の歯ブラシ使うとこ。私そう、キスしてんだからいいなんて言うけどさ、うん、私のパンツをエッチしたと履くんですかって話になってくるんだよ。そうなるとさ、わかる、わかる、わかる。あ、トイレ、トイレ、うん、ドアしないでやろ、閉めろって言ったらさ、だってだって寂しいんだもん、しかものけてどうすんのよ。でもね、ちょっとハゲたつ、そのデモネはどこに使ってるわけ。ビニールの中ってあんじゃん、あれ舐めるんだよ。それは嫌だよ。舐めるなんていうか、ああいうのさ、こう感じちゃう、感じるなよ。パンツのコレクション、パンツ、うん、ビーフ、ブリーフに、うん、トランクス、あとビキニか、うん、一度ね、メッシュの赤いビキニを履いてきたんですよ。でさ、周平の真っ赤なブリーフを私も勝負しないパンツ履いてたわけ。勝負しないパンツ、へそまで隠れるバカパンツ、お前持ってんだろ。うん、色大事だぞ。勝負パンツ持ってんの。あるに決まってんでしょ。持つでしょ、持つんじゃないの。うん、持つ持つ。ティーバッグ、ひのパン、つーかさ、勝負かけるときほど身の面積ちっちゃくなんね。つーことは最高の勝負下着はノーパンかな。いやでもな、男としては脱がせる楽しみが欲しいわけだ。男かよ、うん、何の話。いやだから干した下着盗まれたわけだ。それは頭くるわな。なんで周辺のだけ。え、そっち、ちょっと、いや勝負かけてないからでしょ。仕方でいいじゃん、その時なんだよ。もう、くそ、あとはみたいなことあれでしょうかね。エッチした後必ずさ、あれでしょ、柏で売ってごちそうさまで。そう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 、私はヌタイモリカツの話になってくる。衛生法にかかるってな。引っかかんねえよ、そんなんじゃよ。あれじゃあんたでしょ。引っかかりません。引っかかりません。ほらほらほら、ん、私のせいか。でそう、何が、何のためにビール飲んでたわけ。酔っ払ってクラバったわけじゃないでしょ。行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあファイト。見れないじゃなくて、見られない、自分じゃ見られないね、お願いね。なるほど、まあ、どれどれ、どう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 だった、どうだった、なに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 、今かすった。嘘、いや、ちょっとごめんなさい、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 ごめん、ごめんなさい、ごめん、ちゃんと見て、自分じゃ見れないの、お願いだってば。見れないだって、見られないね。自分じゃ見られない、お願いします。ウィッ、動かないで。あれ？
これどうなったら道？あ、赤ちゃんマークで行くんじゃない？説明書は？は？いや赤ちゃんマークはないでしょ。ホームランバーじゃないんだからさ。それ懐かしすぎませんか？うん、よくさ、部下の会に食べなかったそれね。ちょっと食べた食べた、すごい最後の人にちょうど来た来たあたりかな、はずれかなって、うん、あーやばっ、ほんとやばっ、しょばっばっしょばっ、どうなの今、それどうなの、これちょっとわかんないってば、なんだよ、ちょ何捨てたのが悪いんでしょ。こうしよう、どうしよう、ちょ君もやろう、えやろう、やっちゃおう、これやっちゃおう、これやっちゃおう、終わります。テレレテレーン、妊娠判定、ね、だからなんで持ってんの、しかも日本持ってどういうこと。はい、さあなんで、そうせん、わかんじゃん、何の赤ちゃんできてるかどうかだよ。なんでやったら、たまにそういうわけないし、絶対さえパージね、おぼこでねんななのからさね、あんたと一緒だったらセーフだよ、違ったらアウトだよ、はぁでかい嫌だよ、なんでお願いじゃなきゃさ、社会復帰できないんですよ、私一生しなくていいと。いや、したいんですよ、私ね、わ、ねねね、かるでしょ、したいでしょ、ね、ちょっと、いいじゃん、ちっちゃいのかけるだけじゃん。それが嫌なんだ、ね、それが嫌、それが嫌とか。おしっこかけて、変態かい、気持ち悪いちょっと、あ、なんか欲しいのない、あるでしょ、欲しいもの、これ、なんでもあげちゃう、どこにない、なんでもない、これ、頑張っちゃうやつってね、なんでも、うん、ほら、あのビトンとグッチとシャネルとコーチ関係以外のものは何でもだからね、何でもじゃない、いいわ。じゃあさ、ビトンとグッチとシャネル関係以外のものなんか何でもとか、どうこれ、ビトンとグッチ関係以外のものならにしましょうか。ビトン以外のものなら何だって、こうなったらいいじゃんよ、ビトンとグッチとシャネルとコーチ関係全部持ってけよ、やろう、私ブランド興味ないから、あっしはね、ビトンとグッチとシャネルとコーチ関係もらえ、何でもやりなさい、いいよ、超いいよ、やってもいいよ、やらなくてもいいよ、あ、どっちでござんすかい、やるよ、かたじけないじゃあ、私しょダメってことはやっぱ妊娠、やっぱ妊娠、そういうことばっかり返すやめて、だってついついわざと死ね、死ねもうでどうだったわけだよね、ダメだったってことはやっぱ妊娠なの、そういうことで繰り返す、やめて、妊娠ですか、出なかったの、赤ちゃんマック小さい方、なんでさっきしたのかでしょ、嘘でしょ、あ、ちょっとビール生、ビール飲んじゃう、あ、もうちょうどない、じゃあいっぱい飲んでください、そうビール、はい、いっぱい飲んで、おっぱい飲んで、似てる似てないの、飲まずにはいられないけど、おグイッと言ってください、グイッと、つまみ出そう、枝豆出そう、そうね、進んじゃうよね、こういうの、はい、はい、チンチン、シュウヘイさん、うん、会社に顔出してますか、うん、今日もコピー用紙運んでくれたよ、うん、私のことなんか言ってた、あんたが休み始めた頃別れたって話は聞いた、でかさ、またあんたが振ったと思うでしょ、でしょうが、
あんたでも振られることあんだね。ああ、もう出入り業者と合コンなんかすんじゃなかったな、この辺。落ち込んだなったじゃん。だってさ、いい男でこっちはブスだけど、こっちはまあまあだから。自分の彼氏あんただって気に入ってたでしょうが。あんたに持ってかれたわ。こうなったらさ、うん、業者帰っか。ね。オフィス連帯やめてさ、先生にしようか。逆恨みみたいなマニュアやめなよ。こことも逆恨みますよ。怖っ。ごめんね。ん？あんたもさ、周平気に入ってたんだけどね。あんたに男持ってかれたの初めてじゃないから。記憶は高一の時、柔道部の先輩のさ、銀太郎だ。覚えてんじゃん。屋上でさ、あんたが好きだって告白したら逆に告白されちゃった。ごめん。高二の時、バスケ部の優作だ。あんたのさ、ラブレターを自転車の箱に入れようと思ったら見つかったでさ、お前は俺の裸足の女神だって言ってその後歌ってきたから。高3の時は慎吾、強しに五郎、あと拓也だ。素晴らしい、コンプリートだよ。ねえ、なんであんたそんなにモテんじゃん。なんでお前はそんなにモテないんじゃ。隣に男吸い込むブラックホールがいるからじゃん。力こもってんな、お前。ええー、とってもちょっと、あんたさ、男できないわけ。まあ、うちは慎重なたちやから。今日なんさ、想像する。あら、ね、今日なにさ、うん、ドス持たせたら、ドスドスドスって言うかな。ねえ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 、わかるわかる、ドスドスって言うんだよ。って抜けるの。ねえねえねえ、ドスドスあんまり分かんないっすね。分かんないっすね。なんでノリ悪いのよ、そういうのさ。ごめんごめんごめん、分かった分かった分かった。周辺のやつドスでドスってやっちゃって終わっちゃった。いいよ、しまっ。お前だよ、あれじゃない。ちょっとさ、恋をするにはロマンチックすぎるんじゃないの、あんた。そんなことないよ。ちょっといつか運命と出会えるとか思ってんじゃない。まあ赤いとあるかな。赤じゃないの。赤い糸つもね、生もんもあるの。それをこう、シャーッつって、わーって、クモの巣みたいに張り巡らすわけだよ、わかるかい。あんたがジョロウグモに見えてきた。あのね、白馬に乗った王子様なんていないんですよ。うん。白馬に乗ってんのは暴れん坊将軍くらいだよ。暴れん坊将軍もな、言っとくけどな、あの、数百メートル浜にしかいねえんだから、わかってんのか。どういうこと。オープニングしか出てこないってことだよ、バカ。あのね、運命の人はいないの。うん、偶然の出会いを海に変える方法だけがあるわけです。わかりますか。この世に絶対来ないものが2つある。2つ。1つは待ってるだけの運命の人。もう1つは芝居誘った時だよ。うん、うん、行けたら行くねっていう友達だからな。覚えてください。知ってるそれ。あ、行けたら行くって言って来たためしない。ねえから。うん、あ、何、今日もだよ、今日も。本当に今日も本当ありがとうございます。置いといて、うん、ちょっと。あのね、最近統計によるとだよ、女子高生の4人に1人が経験済みです。4人に1人。そうです、4人に1人ですかね。でね、30代の女性の3分の1がまだ。あれもっと怖いよ。ん?5人に1人が一生経験できないんだって。あんたみたいなのが独り占めしてからでしょうよ。花も咲かせに枯れていくんだこいつ。指さすなよ。かわいそうすぎる。あー、何これ。一つ聞いていい。何でしょうか。偶然運命に変える方法って。今このタイミングで本気のこと聞くな。教えます。はい、そうですね、別ですよ、教えますよ、私も。じゃ分かります。はい、頑張ります。え、何か使ってんじゃない。何かって。フェロモンとかさ。よくホルモンは食いに行ったよ。食べ物で手なつけるのが。あのね、男ってのは食い物に弱いの。あとはなんだ、あれか、初めてじゃね。初めて。うん、そう、男は初めて弱いんだよ。まあ言ってみなさいよ、初めて。初めて。ちげえバカ、なんだその真顔。もっとブリって。ブリの。ブリに決まってんじゃん。だから。初めて。それ。はいバイ。初めて。だってプーってじゃん。最後プーってじゃん。今もう一回って。今最後のとこだ。もう一回戻って。最後の。初めて。何飛ばしたの今。いや、暗いだぜ今飛ばした。
とこの小袋。小袋って初めて。こっちはミノだ。ミノって初めて。てんちゃんも八之瀬も先輩も初めて。やだそんなふわふわすんの。じゃあ次ドライブ行くぞ。ドライブあるぞ。分かったよ。申し訳いいんだろ。分かったよ。はい。こんな風景初めて。次ね、エッチした後行こう。エッチした後、はい、タバコ吸いながら行くからね。なんでタバコ。エッチした後タバコ吸う男は好きなのよ。疲れさせちゃったかな。どうだった。こんなすごいの初めて。どう。これだからこれ。どんなに速くても下手でも小さくてもだ。あすごい初めて。すごい初めて。なんだお前のそこは。向こうちょっとやってみ。今向こうでやってみてほら。そろそろかな。そろそろ。ちょっと行ってくる。行ってしまったってこと。ええ。行ってらっしゃいませ。行ってまいります。上手で厳粛なおしっこを。お忘れ物のなきよう。ダメってことはやっぱ妊娠。やっぱ妊娠。そうことばっくりだってやめて。だってついついわざとか。わざとわざと死ね。死ぬ死ぬもう。でどうだったっけ。自分じゃ見れない。おお。見れないじゃん。見られないでしょ。何言ってんの。自分じゃ見られない。しゃあないな本当に。どれどれ。はい。ああ、ついついた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 。ここについた。ああごめんごめん。じゃあなんでなんでそんなこと起こった今。わかんないけど、ごめん、わかんない、わかんない。持ってる。オッケー。持ってるから、そっちから顔近づけてみて。絶対やぞ。オッケー。どれどれ。はい。ああー、しつこいついた。二度目、同じとこ、わかる。ちょっと、プリーズ。止まったな、プリーズが。わかった。
してちょうだい。それも早いち。どうしよう、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。もう一回ちゃんと確かめよ。うん、ちゃんとちゃんとちゃんとね、ちゃんと、うん、うん。愛し合ったんでござんすか。ござんす。ございますです。マジでか。いや、マジで男が、マジか。大人の仲間入りとかをする。大人の仲間入り、大人の仲間、これ持っとかなきゃいけなくない。ちょっとね、まあ、今はいらないのかな、もしかしたら。ちょっと、言うとき言って。ちょ、大人がいちゃったらそれからちょっと、あ、そっか、あ、そっか、そういうことになる。でも、そうなんですよ。あのね、話そう話そうと思ってたんだけどさ、終了だろ。なんで？いやだってさっき柏で打ってごちそうさまでさ。あんたから聞いたんだよ。そんな人に言わないから。いやほら、男の人ってよく言うでしょ、ごちそうさまって。いや100歩譲ってない。ごちそうさまって言うやつはいっぱいいるかもしれないけど、柏で待って、同じ国の先住民で守兵しかいないんじゃないかな。あのね、これだけは言いたいんだけど、あんたと別れてからだよ、その守兵と。そんな、あのさ、友達の男と寝るか。私怒れない、いつもやってる。あ、怒りが自分に跳ね返ってくる。勝負だ。勝負で勝って、
粧回しつけよう。化粧回し？昇竜の竜ニコちゃんマーク。やんぞ。周平は物じゃないし、振られた身としてはあげるわけにはいかぬ。あげると、おめでたね。おめでとう、コンス。何も謝らないでください。私は何の他にも謝らないでください。
たのこと好きだったし。あげる、持ってけたらば。あんたは？私か。だねあれかな、うん、次の男を求めて。もうそういうことする。私のせい。私の旅に出たの。私の旅、うん、じゃあさ、世界の果てからエアメールちょうだい。
今ね、最後の船作り返してここで選手たち頑張ってますって言っちゃいなさいよ、もう周平さん。なるほどなるほど、だって言ってらんねえからね、これ分かってんのかな。できちゃった。なるほどなるほど。あなたの子よ。なるほどなるほど。産んじゃおうかな。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほどなるほどなるほど。流し目で言われるなってるね。しかも若干上見せる。なんだこれって。ふざけてるわ。大丈夫、そんなにやったらもうちょっとマシになるでしょ。ヒゲとかするわきっと。常に生えてるわけじゃないでしょうよ。ああ、なるほど。ダメじゃん。あ、ごめん、ちょっとしかないけど。うん。いいよ、ハンナの子モンスター。あ、なんでそんなあんのそれ、どういうの、まあ、いいかんじゃん。チンチン、私ダメだったんだよね、なんか不思議な味。そう、大人がしたのダメだった。よいしょ。違う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 、あんたじゃん、あんたのはずがないわ。いや違う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 。何が？そうじゃそうじゃ、おお、そうじゃ。だから何？運命の人。あ？運命の人って過去に言ってたやつやバカ。私じゃない。ちげえバカ、お前じゃねえよ。なんだよ、あんたと一緒に共にするなんてさ。やだ、腐れん、ただの腐れです、腐れです。じゃ誰よ？ピザ屋さん。あ？さっきね、このハッシュの野菜ピザ取った時話しちゃった。なんで？ないのって言ったからお金払ってそこついていく。梅の可愛っぽくね。ただの挨拶で。ちょちょちょ、聞く聞く聞く、これ聞く聞く、ひどい。何？あのピンポンできたじゃん。ピンポンできたガチャって開けたから、まいどーってお金払ってそこ置いといて言ったんだけど、違う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 、ピンポンできたからガチャって開けて、まいどー大きにチャリン、そこ置いといてくださる。どう？これ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 、ちょっと待って、何何何、どんな人、どんな人って、あ、どん、あのね、サンディスカーだとヘルメットかぶってた。じゃなくて、なんだよ、芸能人で例えるとさ、そうか、あ、顔いる、超有名なんですよ、いる、3億円事件の犯人。ヘルメットだけでしょ。だってさ、そうじゃなくて、身長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 、待って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 、どれぐらい、どれぐらい、いつも節目がしたから分かんなかったんだけど、節目がしたから分かんないけど、どういうことを言ってたか、なんか鳴ってる、鳴ってる、待って、うるさいな、人が運命の人が話しかけてね、3億円。出なくていいの、大丈夫、いいの、だからNHK ならテレビありませんから、外人見てんの、何で大声で言うんだ、バカ、ごめん、あー、ダメだ、つくしろや、はい、はい、大丈夫、振られて会社ずる休みして、ピザとビールまみれで
化粧回して相撲取った女そのまんま少々お待ちいただけますでしょうかちょっと待って待って3週間この人が探してたんだけどさらにしたちょっと貸して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 これ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 濡れてるよ大丈夫かいけるかないけるかあーもうちょっと超恥ずかしいんですけどこのことされてたされてたんでしょ今だってそんなことないしまだ変われるし私だってまあ変われんじゃないのしょうがないよよし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 大丈夫私たまんま大丈夫大丈夫待ってくださいちゃんと見たんだからでもさしビタビタやないかいだから濡れてるって言ったじゃんえああもうはいよし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 どんなことないよ濡れてんじゃんあ、そっか、そっか、そっかいいか、このまま行っちゃっかどう似合うほんと、ブラジャーそんなに見えない言えないほんと、マジマジスリッパ貸せ早くスリッパいいか、貸せちょっと、本当はさ、あなたちゃんとさシャワーに、シャワー浴びて、髪セットして時間ないってばエスティってさ時間ないってば、入っちゃうよ、知らないよ口紅だけでも髪出てない？バッチリ。本当。じゃあ香水どうしようか。香水。うん、髪の方がいいかな、濃厚の方がいいかな。普通でいいんじゃない？普通で。だから待たせない方がいいってば。分かった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 。どっかで見たことある？どう？いい感じ。よし、何次しようだから待たせちゃ悪いんじゃないの？そこそこそこ行ってくれ。頑張って。紹介もさせていただきます、
音響発信照明秋月圭スタッフアクターズ仙台一同でお願いしました。そして作演出いぶし銀太郎、どうもありがとうございました。この後ですね、お時間の許す方はスタッフと演者を交えて交流会を行いたいと思います。準備が整いますのでお手元のアンケートにご協力いただければと思います。本日は本当にありがとうございました。